今回は昨日ぐらいからアイテムショップに発売されてる、今バグり散らかしてるこのロッカーバンドルがあったと思うんやけど、本当はねこのロッカーバンドルが登場するはずじゃなくてね、他のロッカーバンドルが登場する予定だったらしいから、ちょっとそれについてね動画にしようかなって思って、本当はねどんなロッカーバンドルにするかっていうのをね、まあ、このロッカーバンドルの人がねちょっと説明してたんやけど、まずスキンはねアイコニックにする予定だったらしい、まあ、この時点ですごいよな。でバックアクセサリーがバナーシールドで、次がこれバナーなんやけど M っていうバナー、まあなんか世界を救え発売記念のバナーらしいね。まあ、このロッカーバンドルが登場する予定だったんやけど、なんとねあのやっぱり運営に断られて発売することができなかったらしい。だからそういうの考えると、今しかゲットできない限定アイテムとか、何かなんか機械を買ったらついてくるさ限定アイテムとか、そういう系のアイテムはやっぱりねロッカーバンドルに入れることはできないらしいね。けどロッカーバンドルってさ、定期的にさこんな感じでバックアクセサリーがなくなったりさ、なんか存在しないアイテムがあったりっていうさ、なんかやばいバグがあったらさ、なんかそういう感じのバグでレアアイテムとか売ってくれてもいいのにね、うまいこと、まあ、そういう感じで本当はねアイコニックバナーシールド M バナーがついてくるロッカーバンドルを発売したかったんやけど、なんとこのロッカーバンドルになっちゃったらしいね、運営に断られて。